三。思えば、妙な話です。数時間と隔つるその日の午前中までは、固い固い決心で死のうとしてた私が、しとげなかった自殺の帰り道に、今度は、同宿の人の自殺を止めようとする身の上になっているのです。私としては、とりわけ身に染みて、この若女房の身の上に同情するのは当然でしょう。 余韻に一年入りした私は、もう夜明け近くだと思っていたのですが、まだ十二時前という刻限でした。私たちは、主人と番頭を加えて、都合六人、手に手にちょちんを振りかざしながら、外へ出ました。風は、まだ少しもやみません。主人と番頭が道案内で、私たちは、島の海岸へ木の茂みを、 それからそれと足に任せて歩きました。ますます吹き募る風に幾度か提灯の火を取られながら、六人は高声に叫び合ってはどんよりと暗い海岸を随分長い間さまよいました。が、何しろたださえ早寝癖の大島です。しかも真夜中ですから人一人通ることではない。 私たちは、だんだん宿から遠く離れてうろつきました。少し、風が止んでくれないかな。そうだ、これで風が止んでさえくれれば、ちょっと愉快な探し物だぜ。どうだい三原山の煙が真っ赤になって燃え上がる真夜中を、こうして山をめぐって歩いている心持ちは、爽快を極めたものだぜ。 うん、ちょっとこの経験は我々一生の中にまた味わうことのできないほど深い印象を残すことだと思うね。それは全くそうだ。といった風に美術学生たちはもう少しいい心持ちになりかけております。そして中にはいい心持ちそうに文化などを歌い始めるものもありました。 が、私一人は、どうしてもそんな気になれません。私の体は、今日の昼頃あの山の頂上にあったのだ。いや、本来ならば、今頃は、あの山の頂上の、底知れぬ穴の中に焼けただれてしまっていなければならなかったのだ。そして、人の自殺を探すどころか、自分自身が行方を気遣われて探されなければならなかったのだ。 それが、今は主格転倒して、こういう一行の中に混じって、あの、恐ろしい山の裾を巡ることになっている。あまりといえば、手のひらを返すような運命の不思議さを、私は胸いっぱいに考えさせられ、真っ赤な三原山の火の下に方向させられているのですから、物を言う元気さえありません。万一、 あの若女房の自殺を食い止めることができなかったら、それは私が殺したも同然な因縁になるのではあるまいか、あの若女房は私の身代わりに死ぬような運命を強いられたのではあるまいかと、いろいろな考えが頭の中に渦を巻くにつけ、どのような困難を犯してでも助けなければならないと思い詰めました。ちょうど、 私の時計が三時を過ごした頃です。私たちの一行は長根崎というところへ出ました。突堤のように突き出た岬でしたが、そこの花まで行ってみようと道芝の草を踏み分けて進む中に、先頭の番頭がぴたりと止まりました。次に立った主人も止まりました。何かありますか と、三番目に進んでいた私が覗き込みますと、番頭が差しかざした提灯の光の下に、女の下駄が一足揃えてあります。うんここだここだと、学生たちは口々に言いました。主人は下駄を主催に見て、どうもそうらしい、と言いました。 番頭にとっても見覚えのあるかの若女房の下駄です。ここに下駄を脱ぎ捨てたとすると、この辺から身を投げた者にそういないが、海の中をどうして探したものだろうと学生の一人が言います。まだそこの草の茂みにいるんじゃないかという人もあります。もし海の中とすると、 船を出さなければなるまいが、この夜更けで、しかもこの嵐では、とても船を出すこともできまい。と、二の足を踏む人もあります。とにかく、この岬をすっかり調べてみようじゃありませんか。と、私は、岬の花の方へ一足進みました。その時、海の方からまともに吹きしきっていた風は、 と止んで前方から押し戻されるようになっていた私の体は不意に前のめりにのめらせられるような心持ちがしました。途端に私は何ともつかず、ぞっとおぞけだって身震いを感じました。皆の連中が、そうだそうだ、みさを調べよう、みさを調べよう、と言って私に従わなかったら、私の足は、 このまますくんでしまったかもしれません。私たちは、三崎の両側の吉野茂みにちょを差し付け差し付けして、とうとう三崎のとっさきまで進みました。私がふと後ろを振り返ると、三原山の煙は、ひときわ一段の大きな人玉のようになって、パッと立っていました。 うっかりとその火炎に見入ろうとするとき、それ、そこだそこだという声が二、三人の口から湧き出ました。振り返ってみると、岬の花の岩の上に、無残な姿で打ち上げられている女の死骸が見えます。